ここは各務原市の新境川。1000本以上の桜が川の両岸に咲き誇っています。桜の中を走るのは名鉄各務原線。赤い電車がピンクの桜と美しいコントラストを奏でています。今だけのシャッターチャンス。それは電車の中でも。この案内放送の後、窓の外に見えるのは春の訪れを告げる光景です。あ、電車から見えてとっても綺麗でした。めちゃくちゃ綺麗でした。花見客でにぎわう桜祭りは今度の日曜日まで。そして八分咲きの桜はあさって満開を迎えそうです。